み迫れば日暮れて暗くなる雪子を一足もだんだん茂くなるお客待つよこの子よいも金が鳴る金が鳴る夜店の金が鳴るさあ金が鳴ったから夜店はもう始まったんだぜ買いたいやつはもう買ってもいいんだよおうおう洋服の旦那へへよだれの出そうな面してねえでねあバナナ買ってくんなバナナバナナと一口に言うがねえ旦那こんな立派なバナナ台湾から海南島あたりへ行ったってめったにあるんじゃねえんだぜえどうだい五貫に負けといてやらどうだい五貫でも不服なら四貫だほら三貫五百だいやけくそだ三貫だよほら三貫なら不服あるめおう旦那おうなんとか言ってくんなよああバナナ屋くんか君は今なんか僕に言ったかねなんだよさっきから夢中になって怒鳴ってるのは旦那に言ってるんですぜそうだったかね、はあ、だが僕はお隣の古着屋さんを見ていたんだよだって旦那の目はあっしんとこのバナナばっかり見てるじゃありませんかああ僕の目か僕の目はねまっすぐを向いてる時には左の方が見えるんだよさあ買いなよバナナとびきり上等のバナナ五貫四貫三貫二貫負けちゃえ十五銭これでも買わねえか金のねえやつは揃ってやんなこのバナナはな一本食べりゃ卵のとやそばらにゃ負けねえんだぞいさあ買いなよバナナとびきり上等バナナたった実績ああちょっと待ちなさい怖いことは言わんからちょっと待ちなさいあんたには絢爛の層があるぞんこの鏡を見なさいその眉毛と眉毛の間の左寄りのところに一本の筋が見えるじゃんそれは三七二六の筋というて絢爛の層じゃんあんた死ぬぞ明日にも殺されるぞいやたった今殺されるかもわからんあんたは前世でよほどの悪いことをしたんじゃろうバカ者めがあいやいやよろしいよろしいええ怖がるのも無理はないだがしかしわしが見つけたからにはもう安心じゃああわしがその絢爛の層を逃れる工夫をしてあげるからな50銭出しなさいん何27銭しかないならまあ27銭でもよろしいん何帰りの電車賃がないじゃあ20銭でいいよ何手紙を出す。じゃあ16銭でもいいよ。